ね。ロサンゼルスドジャースの大谷選手が現地10月11日、ナ・リーグ地区シリーズ第5戦のサンディエゴパドレス戦に1番指名打者で先発出場。3三振を含む4打数ノーヒットに終わったものの、チームは2対0でパドレスに勝利し、日本時間14日から始まるリーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。X 上では、ポストシーズンの試合がまだ続くにもかかわらず、シャンパンファイトを敢行するメジャーリーグの観衆に驚く声や、大谷と山本が共に NHK のインタビューを受ける最中にシャンパンを掛け合う姿に爆笑するコメントが上がっていた。シャンパンファイトってすぐやるものなんだね。一つ勝ち上がったらシャンパンファイトなんて陽気すぎる。あさってに試合があってもシャンパンは欠かせないんだね。翔平くんシャンパンぶっかけ、吉野くん固まったやん。山本選手のインタビューに大谷選手シャンパン攻撃乱入が受ける。シャンパンファイトなんかやんねん。なんじぇ今 Q チャンネルは現在動画編集者を募集しています。興味のある方は動画概要にあるメールアドレスにご連絡ください。